私と結婚してください。はい。あー、うん、二人で支え合って生きていきましょうね。私も精一杯頑張るわ。ああ、もうあのでっかいベッドもあの用意してありますんで、あのエリさん、いつでも OK です。はい、皆さんこんにちは、ピカです。牧場物語再開のミネラルタウンやっていくよ。はい、それではやっていこう。冬の月ですね。まあこれイベントは聖夜祭と、まあ年越しの集いなど、うん、冬の感謝祭、よしやっていきましょう。あ、ピョンタ K 買っちゃったぞ。初めて買ったな、ピョンタの毛。280円か。おお、サンドイッチの作り方教えてもらえた。オッケー。パンとキュウリとトマトか。わー、うまそう。なんでもうまそう。よし、サンドイッチ作れるぞ。作ろう。そうだね。バーンさんいたぞ。レコード、あ、レコードか。牧場から始まる物語イベント曲、カウトレコード。これは春の曲。ああ、秋のフィールド曲ね。テーマ曲欲しいな、なんか。宝石ね。じゃあテーマ曲だけ買っとくか。で、あのバーンさんにこれ大好物あげよう。これを持ってきましたか。それでは私のとっておきの品物をお見せしましょうと思ったのですが、今のあなたの所持金で買えるようなものは一つもありませんね。残念ですが、お金を稼いで、そうですね、せめて100万ゴールドくらいは用意してください。なんですって、なんちゅ。じゃあ今の酒はどうなるんですか。その時まで取っておいてくれるんですか。今なんだ、8万円しかねえけど。レコードちょっとかけてみようぜ。レコード俺どこに持ってるんだろう。持ってねえけど、これオルゴールだ。こっちか。あ、ここに入ってるんだ。よくわからん。ああ、なんだ、外にいてもこの曲鳴ってんだ。
婚、大親友の儀について、特定の相手と結婚を行うためにはプロポーズを行う必要があります。はい。プロポーズ用アイテムは青い羽を装備し、意中の相手に渡すことでプロポーズできますが、断られることもあります。え、なんとかブリザードフラワーとかそんなんじゃなかったっけ、違うのか、青い羽なの。プロポーズを成功させるためには一定以上の愛情度と相手のとの仲を深めるイベントを見るなど、自宅に大きいベッドが必要になります。うん、あるある。プロポーズは異性だけでなく同性の相手にも行うことができますが、結婚できるのは一人の身なので、よく考えてから行いましょう。はい、わかった。おっしゃ、青い羽か。あー、青い羽ください。すいません、即です。このブリザードフラワーってなんだろう。あ、これってあれか、恋人の時か、これが結婚か。わかった、ください。あ、待ってください、エリさん、今すぐ行きます。あー、臭い。これを使えばいいの？ああ、すいません。あなたはどう出ますか？はい。あ、これでか。待って、ちょっと待って。てめえ、それって。とりあえず、ピカ君の家に行きましょうか。はい。ここなら邪魔も入らないし、静かに話せるわね。そのさっきのは冗談じゃなくて本気なのよね。はい、これです。うん、あなたの気持ちは分かったわ。はい。私、恋愛とかよく分からないけど、あなたは私にとってとっくに特別な存在だったの。つまり私も同じ気持ちよ。ちゃんと言ってくれてありがとう。私と結婚してください。はい。ああ、うん、二人で支え合って生きていきましょうね。私も精一杯頑張るわ。ああ、もうあのでっかいベッドも用意してありますんで、エリさん、いつでも OK です。私、今から家に帰ってすぐにこのことをおばあちゃんに言ってくるわ。ユウもきっと喜んでくれると思うし、天国にいるパパとママもにも報告しなくちゃ。はい。じゃあね、ピカ君。ああ、気をつけて。ああようやくです。ようやくなんか進展、目標に近づいたというか、この牧場物語の長かった。まあなんか子供もできるみたいで、その子供に世代交代のところまで、まあ僕の力で分かれば行ってみたいかなと思うんですがね。え、うん、もう作物とかはもう十分育てたんでね。まあイチゴとかは見せてないけど、まあライハルはイチゴとか育てれると思うが、うん、とりあえずなんだろう、エリーのお家に行けばいいのかな、この、私めは。あ、ご苦労様です。すいません、報告聞いておる、おりますでしょうか。外は雪が積もってるでしょ。今年は毎年そうなの。雪になると晴れた日でもお日様が雪を溶かすことができないほど寒くなるのよ、貴様のギャグのように。はい、すいません。したエリーはどこに行ったんだ。
すいません、あのエリーさん、ご報告は終わったんですか？私たちの話を聞いておばあちゃんがすごく喜んでいたわ。ああ、そうですか。で、あの式はいつになるんですか、エリーさん？あ、ジャイアントいた。よし、行くぞ、ジャイアント。で、12日、13日、明日ね、エリーの誕生日なんだよな。うん。制作日数1日。ブローチ、オリハルコン必要なのか。まあこれ誕生日にこういうのをあげたらなんか進展あんのかな。ちょっと下心丸出しであげてみましょうか。ブローチください。制作日数1日な。 OK、 お願いします。よし、今日が誕生日だ。まあたまにというか誕生日だからちょっと着替えていくか。これはもう2年ぐらい着てるからね、これ。あー、エリさん、あー、コロボックルの衣装で来ました。もうベッドインの準備は OK です。あー、これも取ってきましたよ。ブローチです。誕生日おめでとう。はい、今日は冬の感謝祭。誰からからチョコレートもらえるかな。そわそわそわ。ああ、そわそわします。ちょっとオリハルコンをしまっておきましょう。チョコレートもらえるのか。まあ一応こっち出しとけ。もらえるけど。あー、誰ですか。あー、ポプリ。いつもお世話になってます、ピカさん。はいはい、冬の感謝祭。ありがとう。これだけはちょっとわかんない、本当に。喜んでくれると嬉しいな。うん。あ、ありがとう。なんかペンタ大きくなんなかった？あ、ラン。あー、ラン、おはよう。いつもお世話になってるからね。はい、これ、感謝祭。爆弾も入ってるから。はい、ありがとうございます。ふふ、何かちょっと照れちゃうな。ありがとう、ラン。あー、今エリーが。あー、すいません、待ってました。あー、待ってましたよ、エリーさん。いつもピカ君にはお世話になってるから。はい、感謝祭だよ。ありがとう。指輪をもらった。ありがとう。ならば私はこれです。気に入ってくれたかな。はい、すいません、私のこれを。はい、すいません、早く進んでください。指輪とか、チョコレート、チョコレート、指輪はどこにある。指輪ない。あー、ペンタやっぱりでっかくなってるわ、これペンタ。
ジャイアント、ジャイアント、お前磨いたかな。ジャイアントどこ行った。あ、いたいたいた。お前磨いてやるぞ。アンナはお母さんか、マリーか。おお、はい、これどうぞ。冬の感謝祭だから受け取ってほしいな。ありがとう、ありがとうマリー。あー、チョコレートいっぱいになったよ。もう一個食べてみよう。これは本当ちょっとよくわからん。これ何なんだろうか。このプレゼントなんか特別なんだろうかな。しまっとけばいいのかな。食べればなんか特別なことがあるのかな。え、ラッピングが外れるけど、わかんねえもんな。だって置いとけるかと思ってやっても、まあ置いとけなかったし、まあこれは食べるかラッピング外して、まあ普通に保管するしかないんでしょうね。ここにエリーとの結婚式って書いてある。18日だって。ああ、わかった。わかった、わかった。じゃあ18日。うん。いきなり始まった。それでは、ご本、これよりピカ君とエリー君の結婚式を始めます。ピカ、エリー、あなた方二人はお互いを生涯ただ一人のパートナーとし、これから先いかなることがあっても心を一つにし、お互いに助け合い感謝し、尊敬し合える二人になることを誓いますか。誓います。では指輪の交換を。それではここに集まった皆様に見守られ、神ながら二人は晴れてパートナーとなりました。今日のこの喜びを忘れることなく、幸せな未来を築くことを祈りましょう。ナムアミダ仏。エリー、とっても綺麗よ。あなたは私の自慢の孫だわ。二人ともすごくキラキラしてる。なんて言うんだっけ。そうだ、お幸せに。ピカ君もエリーもお互いを大事にして仲良くやるんだよ。愛してるわ、ピカ君。一生仲良し夫婦でいようね。おほほ、エリー綺麗だよ。誓いのキスをさせてもらえませんか。すいません、みんな誓いのキスを。それでは今日の記念にみんなで写真を撮ることにしましょう。
さあ、準備はいいかね？え、なんだ？なんだ？一時終了なのか？え、世代交代とかどうなるんだろう？え、どうなるんだ？これからもずっと続く。やっと二人きりになれたわね。本当に素晴らしい一日だわ。町の人たちもあんなに祝福してくれて。おばあちゃんすごく泣いてた。見えた？あれを見てなんだかすごく胸がいっぱいになったわ。ああ、私結婚したんだなって実感したの。あ、そうだわ。お互いの呼び名のことだけど。なんすか？これからは少し変えてみるのはどうかしら。ああ、呼び捨て。ダーリン、あなた、そのたってなんだ、これなんか他の呼び方ね。何がいい？変えれるんだ。まあまあ、違うよ。戻ってくれよ。おい、戻ってくれ。戻らん。どうすればいいんだ。あ、ピカでいいです。わかったわ。じゃあこれからはピカって呼び捨てにするわよ。はい。改めて明日からよろしくね、ピカ。よろしくな、エリー。さあ、明日から新生活の始まりだな。エリー、なんか手伝ってくれんのかな。ああ、エリー、おはよう、ピカ。はい。ああ、すいません、ギンギンになりました、今の一言で。あの、すいません。もうワンラウンド行きますか、エリーさん。あの、すいません。あの、すいません。今日も一日し仕事頑張って。あの、すいません。もっと他のこと言ってくれませんか。働かせたいのですか、あなたは。まあこれもしばらく月日経てば子供生まれるみたいから、そこら辺までちょっとやってみたい。世代交代はいいかな。まあ子供生まれるところまでちょっとやってみて。もうだいぶ長いからね、牧場物語もね。まあ他のゲームもちょっとやりたくなってきているところです。よし、冬、まだ冬か。わかった、行ってくるよ、エリー。あ、お兄ちゃん、一緒に遊んでくれない？ああ、お兄ちゃんはあのちょっと夜中の儀式のことで疲れてるんですよ、ユウ。ちょっと待ってください。はい、おばちゃん。ああ、そうですね。エリー、お前も働いてんのか。ピカ、具合が悪いの？いやいやいや、これいるか。ありがとう、ピカ。あなたと結婚できて幸せだわ。はい。
君は忘れ谷ってところを知ってるかい？噂ではそのあたりに僕の知り合いの医者がいるらしいんだ。はい。見た目は変わっているけど腕は超一流なんだ。あ、そう。忘れ谷ってなんすか？明日は頑張ってごちそう作るから一緒に聖夜祭を過ごしましょう。はい、楽しみです。はいはい。料理祭に審査員として出てくるグルメマンって人いるだろう。あの人は料理界ではすごい人なんだぜ。世界中の料理を食べ歩いてるんだってさ。へえ。いいね。まあ食べ歩いてるだけでね、生活できればいいよな。ピカ、七面鳥はどこですか？はい。いつ料理作ってくれるのかな。まあ6時、夜の6時とかかな。間に合った。8時だからびっくりしたけど。そんな驚いた顔してどうしたの、ピカ。今日は聖夜祭よ。もう3分遅れたら聖夜祭がお葬式になるところよ。はい、すいません。私だって頑張ればごちそうくらい作れるんだから、さあ食べましょう。ああ、今日はとても楽しかった。ああ、うまかったよエリエ。おはようピカ。はいはいはい。それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、この続きやっていきましょう。まあね、イベント中心にまたね、少しずつワープしながらやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。